お世話になってます。お世話になってます。キトソレ久しぶりの時間でございます。おはようございます。チャリできた。チャリできたのネタですね。はい。さて本日はですね、こちらの売れたゴルフワンをオーナーさんがねちょっと改造してほしいということで。ほう。今回ね、オーバーフェンダーを取り付けるというはいはいはいということでゴルフワンをカットしていこうと思います。切っちゃうんですか？これ切っちゃうんですよ。貴重なゴルフワンってな感じで、ね、ちょっとね、はい、ホイールとかいろいろあるんで見せていきます。はい、はい、前回までついていたホイールこちらね BBS のロリンザー、はい、で結構引っ張ってたんですよ。でこれがまあまあこんな感じじゃないですか。もうついたやつはねありますけど、こういう感じね。今まではこういう感じ。はい。でオーナーさんが希望するタイヤこちら。あ、回転方向逆になっちゃった。はい。おお。むっちりで攻めます。あれインチ数が簡単に見えるぐらい結構変わりますね。結構変わるね。ホイールがちっちゃく見えるねやっぱね。タイヤのゴムがあるとね。そうっすね。すごくちっちゃく見えるホイールが。でこれだとちょっと出ちゃうんでオーバーフェンダーをつけてカットしていく。しかもめちゃめちゃ速そうなタイヤじゃないですか。めちゃめちゃ速そうでしょ。絶対滑らないやつだから絶対滑らないやつすごいね。で多分オーナーさん的には、まあ、うちらは今回スタンスっぽく作ったんですけど、うん、昔のゴルフワンってやっぱシビックとかの前にハッチバックを流行らせた車なんですよ、うん、すごくワイドにしてバンパー前後なくしてっていうスタイルがあるんですよ。そのスタイルをねちょっとやりたいみたいな感じだったんで、でまあエンジンも速くなってるんでレース仕様にしたいとか、そう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 でウインカーとかもこの中に埋め込みたいっていうふうに言ってたんで、ああなるほど。僕もねそれやりたかったんですよ。ちょうどね自分の夢とオーナーさんの夢を勝手に叶えるという、なるほど勝手に自分の夢を絡めていくスタイルでちょっといこうかなと。自分の今後の参考にね、そうですね、どんな感じか、はいお客さんで試す。そうですね。で、多分イメージ画像あると思うんで、伊藤君探してくれるんで。マジか。こういう感じ。こういう感じですね。こういう感じ。かっこいいね。結構昔のはこう本当でっかいこうエアロがついてっていう感じなんですけど、そんな感じじゃなくて。バンパーレスの方のあれですよね。そう。っていう感じでいきたいと思います。オーバーフェンダーは純正のをつけるんですか？いや、純正じゃないですね。今回は。ちなみにこれマフラーのバルブをつけたんですよ。これバルブ閉じた状態ですね。これ車検通るよね。余裕ですね。ちなみに開けるとやべえ。ランボルギーニ見て本当だめちゃめちゃいい音っすね。ランボルギーニになりました。コルサだ。コルサモードっす。コルサモードだ。次も俺自分の車絶対やろうと思って。ああいつもの青いやつ。いつもの青いやつ。いつもの青いやつ。これっていくらぐらいなんですかやってもらったら？10万ちょっとぐらいですかね。結構物が今高くて。なるほどなるほどなるほど。はい、始めていきたいと思います。とりあえずバンパー脱モール取るという感じで進めていきます。これでもういきなりフェンダー切っちゃうと思います。車高を決めてうわあ現代の両面テープの強さが3年の時を経てありました。フェンダー切ります。山ちゃんラインで切っちゃうね。ああ遅い。ああ全然無理。ちょっとガラスを段ボールで全部養生して、うん、サンダーで切る。はい、もうちょっと上げなきゃ多分ダメなんですけどね、まあ、とりあえずタイヤはめて、はい、出幅決めるために悪くなっちゃったな。完成。でもそういう感じだよね。アーチはフロントのアーチみたいなアーチで多分なるんで、ほぼ深淵というかあれだもんね。フロント側はね、意外と出てないね。いや出るっすよ。こんくらいになるっすよね。これでいいんですか？うんダメ。上がここら辺から行きたいんで、だからこの下沿わせるってなるとどんどん上が出てくるんですよね。ああそうだね。下ガバガバにすればこうなる。うんうんうん。ああ簡単に言えばそういう感じ。車高を下げた時にどんな感じになるんですか？こう今ぐらいのなんですか、タイヤのつらい位置っていうか、この高さのつらは。あ、高さのつらはもう本当このつらはつらというか。そうすればフロントを切っても当たんないじゃないですか。バンプしてもこれだったら当たんないんで、車高だけ決めますかね。そうっすね。でサイドで測ってあれしますか。26、あ26、27.1cmなんだ。1センチぐらいだね。このカット幅でいってもあと3センチ下げても大丈夫だよね。上はですけどね。上はね。あ、そうだ。ここは結構厳しくなる。曲げてみます。ちょっと。一応前切りお願いしていいですかじゃあ。ういっす。前は大丈夫。中も。これ前切り。中の内側は大丈夫。ワープして入っていったらいいかもしれない。ああ、後ろはね。うん本当だね。ああでも縦は大丈夫だから。下げるんですよね。あ、これ下げいけるね。2センチ下げますかね。裏が厳しいよね。こっち側がね。切った時にバンプしながら入ってったらダッシュってないと思うね。まあまあ止まるってことはないと思うけど。まあこんだけ切ってスピードそんな出してるってことは多分ないんで。ないですよね。ドリフトぐらいですよね。3センチかな。で前切りしてみてちょっと決めてみますかね。そうなるとリアちょっと切り上げといた方がいいかな。あ、まあ折っちゃってもいいよね。じゃあフロントから下げまーす。レンチだけ勝てる。顔だけ。顔だけ。これ届かなくない？すごくない？奥からちょっとずつ伸ばしてね。伸ばしてからダメなんだ。ここの顔高いとこ。もうダメ。めっちゃあれじゃん。ちょっとずつ伸びてるんだ。無理やり伸びてねえところ引っ張ると、こっちに伸びたところが戻ってきちゃうんですよ。だいぶいいっすね。もうジャッキかければ多分いけそうっすね。マジで一番上。はい。これ付けしちゃうのある程度。はい、これでも左右一緒にしないといけないんだもんね、はい、難しいっすよ。いい？俺の自由な思ってるやつねあれでも俺いいことを知ってんだよ。何ですか？教えといてあげよう、山ちゃんに。これだけは車の左右は一度に確認できないっていうことをねそれが俺の能力冗談だけど。で、あとは細かい部分で測って。そうですね、うん、あと何センチ何センチ。そう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 、車の左右の歪みもあるんでね。これは深淵かどうかを、うん、深淵チェッカーで見て、当社で開発した深淵チェッカーでピピピピピピー1台です。あ、聞いたことあるそれ。なんかはかりみたいな音してる。これが深淵チェッカーなんです。深淵チェッカーだ。分かんなかった。分かんなかった。これが深淵です。なるほど。コースはプラスマイナス2ミリぐらい。それ人の持ってる力の次第のところもある。いや本当っすよ。本当に本当。まあ大体のあれはでも出るよね。はい。こっちのアウトラインいいですよね。切り上げたフェンダーにもちょっとよあれ引っ張られるもんな。だからできれば深淵で上げたかったんですよね、中側を。うん、うん、いいと思います。いいと思います。深淵チェッカー使います。深淵チェッカー1個じゃないとダメだよ。最後取られるんだから一個己の基準も使ってたの。あれ決してあれもちょっと絞らないといけないですから。ここでチェックしよう、チェックしよう、構成してからいく。このぐらい。あー、なるほどね。そのぐらいの力が上がった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 。あ、こっちアーチ狭いかもしれん。なんでだろう。あ、横がってこと。そう、横のアーチが狭い。インナーの中はね、そうだよね、結局アウトラインが大事なんだもんね。これがもしかしたらあれかも、前の方あんまり切んなかったのかもしれない。あ、本当っすよ。うん、ビッてた、まだビッてたのかもしれない。てかインナーが短かったからビッてたんだね、多分ね。あんまり大きくしてないの。あ、でもほぼ一緒。ほぼ一緒。ここのセンターとここのアーチのトップラインがちょっとずれてるんですね。ホイール、タイヤホイールがちょっと前行ってんですね。ここの広さとここの広さが違うっすね。そうだね、ビームだから結局要はどんどん前に寄っていっちゃうんですよ。ここの今のアーチ上げたところで深淵で上げるとこのマスキングのラインなんですよね。けどタイヤからの深淵でいくとここのアウトラインなんです。ああ、なるほど。ちょっとフェンダーが前にずれるような感じで上げることは多分あんまないと思う。ちょっとアウトライン決めてみようかな。いまだに迷ってです。もともと何なんですかその丸棒は。これ？はい、丸棒。あ、本当に丸棒。本当にあれだよ。それ曲げたんですか？深淵チェックするため。深淵チェッカー。うん。深淵チェッカー。ういっ。オッケー。終わった。終わった。はい。あ、ダメだ、買いに行こう。これはできたー。こんだけあればバンクしてもできるもんね。うん、多分ね、だと思うけど。いいね。はい。いいね。それっぽいね。これを剥がして鉄板に貼り付けていくんだね。そうですね。で曲げていくんだ。はい。なるほど。調整できるのはいいね。めちゃくちゃいいっすね。これ鉄板だったらもう死んでたっすよ。さっき社長に見てもらったんですよ。これ直す前のやつ。したらもうちょいアーチ2センチ上げて2センチワイドでって注文入ったんですけど。鉄板だったら死んでたっすね。え、マジか終わったってなったっす。剥がすかってなってほしいんだもんね。厚紙なんで別にここ短冊でもう一回シュッシュッって切って、足りなかったら厚紙、ゴミの厚紙それシュッとつければいいだけなんで、これは画期的な方法ですね。確かにね、いいね。ありがとうございました。本当にゆうチャンネルスタイルいい動画に巡り合えたっすね。本当だね。 YouTuber から学ぶの巻き。でもまあそうだよ。まあそうっす。できる人から教わってもらわないと。そうか、ボディがあれか、ボディがここシュッてこっち消す、シュッてなってるからめちゃくちゃこういいに見えるよね。そうそうそう、ここの出幅が違うっすね。そう、鉄が絞ってあるからね。なんかすげえ後ろはそれでもあれなんだよなと思って、出てるな、機体が。で、こっちもそういうとこも全部下処理終わったんで。すげえ、これはやばいな。こちらのステッカー各700円となっております。